国際連合環境計画は国際連合総会の補助機関である。国際連合環境計画は国際連合の機関として環境に関する諸活動の総合的な調整を行うとともに新たな問題に対しての国際的協力を推進することを目的としている。また、多くの国際環境条約の交渉を主催し成立させてきた。 モントリオール議定書の事務局も務めており、ワシントン条約、ボン条約、バーゼル条約、生物多様性条約などの条約の管理も行っている。天然資源部、持続可能な生産と消費部、グローバリゼーション部などの5セクションに分かれ、本部はケニアのナイロビに置かれている。開発途上国に本部を置いた最初の国連機関である、下部組織として、 世界自然保全モニタリングセンターが置かれている。初代事務局長は地球サミットでも有名なモーリス・ストロングであり、2016年時点の事務局長は2016年から就任しているエリック・ソルヘーム、2019年2月よりインガー・アンダーセンである。1972年、ストックホルムで開催された、 国際連合人間環境会議にて人間環境を宣言及び環境国際行動計画が採択された。国際連合環境計画はこれらの採択結果を実施に移すための機関として設立された。 h t t p w w w u n e p o r g w e b s i t e o f t h u n i t e d n a t i o n s e n v i r o n m e n t p r o g r a m m e 国連公表センターアヒムシュタイナー、河野広子。編集委員が迫る、ユ n ップ事務局長アヒムシュタイナー氏環境政策まず、人材不足克服。 読売新聞、長官、P15。ありがとうございます。